食べ放題と食べきり単品コースと、ここから種類は2種類となっています。ここに出てあるものはおかわりコース。岡山県真庭市蒜山に来てます。岡山県の北部になりますね。まあ、ここは本当にあのこういうテーマパークというか、遊び場、遊園地あったり、まあ、この目の前が牧場というか、まあ、たまに 牛さんが、ね、いたりする場所なんですけども、まあ、今日は蒜山にやってきたわけです。まあ、蒜山といえばジンギスカンが有名ということで、今日は行ってみようかなと思います。今日のお店はこちらです。では後払いで大丈夫です。はい、お先に中でも外でもどうぞ空いてるお席。あ、じゃあ外で。かしこまりました。はい、では次の席へどうぞ。ありがとうございます。大まかにはですね、こちら区別がございまして、食べ放題と食べきり単品コースと、大まかな種類は2種類となっております。一番上の方から A コース、B コース、こちらの2種類は時間無制限で、お肉、お野菜、ご飯が全て出てくるものがおかわりし放題で時間無制限となっております。下の2コースに関しましては、お肉とお野菜はもう決まった量、定量で、ライスのみの時間無制限食べ放題のコースで、下のコース食べきり単品コースはお肉お野菜のセットで、ライスが別料金となっております。なのでそれぞれがっつり食べられるようでしたら、こちらの A コース B コースが大変お得になっておりますし、いやちょっとお肉の量はそこそこでライスはつけますという形でしたら、こちらのライスのみの食べ放題が安くいただけますし、そもそもちょっとライス自体つけないんですという場合でしたら、食べきり単品コースの方がさらに安くいただけるといった形となっております。コースございますが、牛肉がつくかつかないかの違いで、もう金額的には同じ金額になってるんです。ただ最初に出てくる盛りのセットに牛肉が最初から乗ってある状態か乗ってない状態かだけの違いで、こちらのラムのコースを頼んでもらって、後から牛肉が欲しくなったら牛肉追加お願いしますと言ってもらえれば、牛肉もはい、なるほど、ことも可能となっておりますので、どちらに最初はされましょうか。じゃあまあ分かりやすい感じで B コースで、 B コースで牛肉付きのコースで、はい、かしこまりました、ありがとうございます。はい、では火をつけさせていただきます。はい、では運ばせていただきますね。お席でお席で食べます。 B コースとなっておりまして、こちらのですね、四角くて脂が乗っている方が牛肉牛バラで、こちらの一枚一枚大きくて色がちょっと濃い方がラム肉となっております。はい、ありがとうございます。はい、ご飯こちら側に失礼いたします。はい、ではご飯も含めて全てここに出てあるものはおかわりし放題、時間無制限となっております。はい、ありがとうございます。はい、またおかわりの際は近くの店員をどうぞお呼びくださいませ。平均時間はだいたい1時間前後なのですが、ちなみに私が知ってる中での最長の滞在時間は6時間半です。まあ、そういったお客様がちょっと稀なのですが、それが私の知っている中では一番の滞在時間ですね。お昼の12時から来られて、まあ、シーズンの忙しい時だったんですけど、もう夕方の6時半ぐらいまで、若い男女のカップルだったんで
けど、じゃあもうゆっくり景色を眺めながら、う、ね、もうゆったりとお食事を楽しんでいただければ大丈夫ですね。こちらの、はい、お箸の袋の表面にちょっと小さい文字ですが焼き方の記載がありますので、はい、ぜひ焼き方は参考にさせていただければと思います。やってきました。じゃあ早速ね焼いていこうかなと思います。この牛脂からいただきます。うん、あ、うまっ。うん。すっごいあの柔らかくて、脂身あるように見えるんですけど、すごいあのさっぱりした脂身。で、思った以上に臭みも少ないですね。うん。大丈夫ですね。こういう状態にしていただけましたら、まあ、ここの鉄板の上でこうやって油を溶かしてもらうと、こうやって油がちょっと勢いよく広がりますので、こう広がった時に余分な油をこの野菜たちが吸ってくれる形になるんですね。それで、はい、そうですね、まあ、こちら鉄板も温まっておりますので、まあ1回分食べられる分だけのお肉を焼いていただいて、でまあこちらはまだ火加減に戻りますが、まあ、順次確認していただいて、赤みがなくなったらまた切り返して、両面赤みがなくなったら、もうカッターにして食べていただくという方法になります。これが当店で、そうですね、推奨させていただいている焼き方になります。多分、普通になんか焼肉の感覚でやったやつ、最初に肉を入れちゃって、もうバチバチ言ってね。そうですね、あの焼き方自体は基本的には原則の縛りなどはないので、お好きな焼き方でやってもらっても大丈夫なのか、うちのこのジンギスカの鍋の形状が、まあ、この焼き方が得意しているといった形で、まあ、こちらにも表記をさせていただいている通り、ちょっと推奨はさせていただいているような形ですね。ラム肉って、はい、以前のものかなと思ってます。こちらの、大体肉の一部先だと他のラムを提供してある、輸入の形になるんです。ニュージーランドのところですね。放牧が盛んなところの方からご覧いただいておりまして、ただタレに関してはもううちらも代々ついでちょっと秘伝のタレになっております。なのでここだけのオリジナルのブロンズタレとなっております。なのでこちらはおすすめですね。ありがとうございます。
うまっ。生ラムになりますね。他の冷凍のお肉も美味しいのですが、生ラムもそれを群を抜いて美味しくなっておりますので、 100g から注文できるということです。違いますね、全然ね。いきます。いただきます。うん。食感がすごい柔らかいのと、飲み込みやすいというか、食べやすいですね。うん。すごい新鮮感を感じます。というわけでごちそうさまでした。ヒルゼン大将さんでした。まあ、これからのシーズンねいいかもしれないですね。まあ、ちょっとね夏場暑いかもしれないですけども、やはりこのヒルゼンに来たらあの涼しい風が流れてきます。だから全体的にあの室内より外で食べてる方が多いかなと思います。チューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。